ポーイス公爵はかつて存在したイギリスの公爵位。イングランド貴族爵位。第三代ポーイス男爵ウィリアム・ハーバートが1687年に除されたが1748年に廃絶したペンブルック伯爵家の分家筋であった。本校では前身となったポーイス男爵についても触れる。一族のかつての邸宅であるポーイス女王。現在は その末裔である、ポーイス伯爵家の居城初代公爵、ウィリアム・ハーバート、ジャコバイトとして活動した。ポーイス公爵家の祖エドワード・ハーバートは、ペンブルック伯爵家の次男坊として生まれて、オールドセーラム選挙区選出の庶民院議員を務めた。その後、ウィリアム・ハーバートは、父同様に庶民院議員を務めた後、六百二十九年四月二日に、イングランド貴族として、 モンゴメリー州ポーイスのポーイス男爵に除された。初代白の後は、その息子パーシーが爵位を継承した。二代男爵パーシーは、就職前の1622年11月16日に、イングランド純男爵くらいの純男爵に除されている。三代男爵ウィリアムは、国王ジェームズ二世の近親として活躍し、1674年4月4日に、 モンゴメリー中、ポーイスのポーイス伯爵に、昇る爵した。彼はさらに1687年3月24日に、ポーイス公爵に少女するとともに、合わせて、モンゴメリータウンのモンゴメリー爵を授けられている。これら一連の爵位はすべて、イングランド貴族爵位である。初代公ウィリアムは名誉革命が起こると、敗位された、ジェームズ2世に従った。彼は、大戦勝者。 ジェームズ・スチュアートのフランス亡命を成功させた功績からジャコバイト貴族爵位のポーイス公爵及びモンゴメリー公爵に助爵された。ただし、政府からは1689年7月に試験剥奪を受けており、その辞書や爵位は木簡となった。なお、その子ウィリアムも父の同行によってロンドン島に収監された後、法外者宣告及び追放に処された。 彼は続く1715年ジャコバイト法規に際して再逮捕されたが、後年は、所領の一部や居城たる、ポーイス城、及び父のポーイス公爵くらいの回復に成功した。彼の後は、その息子ウィリアムが爵位を相続した。しかし三代公爵ウィリアムが、このないまま1748年に死去すると、すべての爵位と順段爵位は廃絶した。なお、 一族の所領や居城は、当園のヘンリー・ハーバートに継承されているが、これが、第二期のポイス伯爵助爵へとつながる。以下、存在性に乏しいジャコバイト爵位に関しては、ッコ書きの強調なしで表記する。ありがとうございます。